集まれ一物の森。あ、一物の森。いやいや、これ任天堂の例のゲームのパクリだろ。いや、それにしても怒られるぞ。なんだ、もう怒られるぞ、一物の森って。もうじゃあ早速やっていきますね。もうアウト、もう完全これアウトだろう。何、え、前日開発無人島移住パッケージ。もろ下ネタ。しかもこのカウンターにいる、まあきっとタヌキなんだろうけど、これタヌキか。頭からそのまま足生えちゃってるじゃん。ニコちゃんだ、今王ちゃん、これ。しかも鼻がめっちゃ卑猥。カウンターなわけね。無人島移住パッケージ。今から無人島っていうところに移住しに行くのかな？僕は無人島移住を案内させていただくタヌポッティだなもん。あ、タヌポッティさん。よろしくね、タヌポッティさん。しかも、フルボイスなんだな、このゲーム。初対面の人に経験人数聞く。それ重要なの、経験人数って。名前何にしようかな。名前はこれでいこうか。経験人数、3桁まで入れれんの。見栄を張ろうとするね。初対面だからって見栄を張ろうとするな。999で行きますね。なんてやつだ、令和のチンギスハンだなもん。チンギスハンに失礼、謝れ。それでは好きな島を選んでくれたな。島選べるのか。へえ、なんかさ、南国の島みたいな感じがよくない？なんかすごいリゾート気分な感じでそうでさ。ABC?C?C さ、これ、島次郎だよね、多分。島次郎っぽくない？いやいや、モザイクかけてもわかるから。ダメダメ。怒られるよ。いろんな方面からこれ怒られる。AB、まあ、島次郎島に行ってしまう？そこはダメ。ダメだかい。じゃあ、B にする？選択肢に出すな。はじめから一択にしとけ。じゃあ A にしますね。では一緒に行きましょうだなもん。行くのも、カタカナやめろ。ちょっと卑猥な感じが出る。じゃあ今から行くんだね。無人島に。無人島。お、到着した。あら、このタヌキいいんじゃん。それでは島での生活の初めにテントを立ててもらいますだなもん。テントね。で、あっちのテント立てちゃダメだなもんね。ちょっとうまいこと言うな。なんつってだなもん。もう一人で笑うな。恥ずかしくないのかな。アイテムからテントを選んで使うとテントを立てられるだなもん。好きな場所にテントを立てるだなもん。でも立てていいのは何も生えてない場所だけだなもん。オッケーオッケー。じゃあテント立てる？どこにしよっかな。あんまそこそこ広そうな感じだよね。木の枝手に入れた。ってことは後々何かに使うのかな、木の枝。え？桃？もうダメだな。あ、桃はダメだね。収穫できそうにないな。これは、あ、タヌキチの、タヌキチじゃない、タヌポッティ、タヌキチって言っちゃダメ。本家言っちゃダメよ、本家言っちゃダメ。タヌポッティのテント。早く島の島民が来てほしいだなも。何のために借金までして島を買ったか、わからないだなも。下心丸出し、無分に書くな。
あとは調べれそうな場所はあるな。一週間でオフパコしまくれる7つの習慣。スティーブン・アール・コチン。売れるか、こんな本。絶対売れない。誰に需要があんの？嫌われてもやる勇気。シコラ。もうこういう本ばっか集めてるから、もう思考がやばい方向に行くんじゃねえの？あとはビールあんの？いいじゃん。真夏。ってか昼間からビール？テントどこに建てよっかな？もうなんなら、もうタヌキチの隣に建てちゃう？あ、メニュー開けた。オフパコ。令和のチンギス藩。称号もらっちゃってるね。レベル20か。アイテムは？あ、木の枝、テントと。武器、防具、大事なものはなくて。スキルは？魔法も何もねえな。装備が？帽子と服か。一旦裸になるね。じゃあ。ステータスは？まあ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 、こんなもんか。じゃあ、テント建てようか。テント建てると。テントを建てようとした。そこじゃダメだなも。何も生えてないところとは、草も生えてないところだなも。草も生えてないところ。これ一応草か？これ一応草なんだな。とりあえず木の枝を集めてみる？いや、絶対これ後で何か使うんじゃねえの？料理とかね。火起こさないとやっぱ飯は食えないからな。ちょっと待って。ちょっと待って。これ。文字だよね。文字だよね。ち、うん。やめろ。地面に文字を書くな。芝をいい感じに調整すんな。ってことはさ、他にもあるんじゃねえの？え、これ、ありそうじゃない？ツン。ツン。あ、これ多分、これ違うよね。違うな。馬とかもいいんだ。どうも、種馬アーンです。毎日毎日、種付けされて嫌になっちゃうよ。かわいそう。かわいそう。毎日、種付けされちゃられてんの。いや、誰？誰に？馬他にいたっけ？だってこいつに、まさか、この鼻で、この鼻でやられてんの？嫌だ。もう想像するだけで嫌だ。ここから来たんだから、ま、さすがに、帰れないよな。いや、待って、テントどこに建てればいいんだ？何も、あ、待って、まさか、これ、ポの、ポの丸？ここかな？ま、建ててみるね。ダメだ。ダメなの？ここっぽいと思うけど、あ、いけるいける。このまま、調べればよかったんだな。ここならテントを建てられそうだ。まあ、建ててみますか？立派なテントが建った。まあ、立派なのかな、これは。オフパコのあそこより立派だ。やめろ！俺のが小さいみたいな感じで言うな！で、どうすりゃいいんだ？テントに入って、入れたりはしないんだね。とりあえず、あのクソタヌキに話しかけようか。もう名前忘れちゃったけど。テントを建てただなもな。お、建てました建てました。それじゃあ今夜はキャンプファイヤーするから、木の枝を3つ以上拾ってきてくれたなも。オッケーオッケー。その間僕は気になっているモモンチャイらしき身の正体を調べておくだなも。モモンチャイらしき身なんだね。あ、わかんないんだ。へえ、木の枝でも3つもう集めてやる。多分木の枝集めてきただなもね。ガキの使いご苦労だなも。言い方やめろ。そうそう、モモンチャイに見えたあれは。おう、そうそう、モモンチャイに見えたあれは。正真正銘モモンチャイだったなも。なんだそのうち。結局モモンチャイだったんだね。それじゃあみんなでキャンプファイヤーするだなも。みんなって言ってるけど、俺と君以外いるっ
け。お金まだ島来てんのっけ。ということで、この杖から溢れてた汁をジュースにしたので乾杯するだなも。馬と鶏と変態タヌキとキャンプファイヤーすんの地獄だ。まさかこのまま夜を過ごすのか、このメンバーで。でもモンチャイから溢れた汁をジュースにしたので、うん、乾杯するの、これ大丈夫なのかな。モモンチャイのそのエキスは大丈夫なやつ。乾杯と。こうして無人島の初日は終わった。二日目何すんの。とりあえず娯楽というものは一つもなさそうだったけど、もう不安だ。朝になったな。なんかテントの中汚ねえな。これ何のシミ、この黒いシミ何、汚ねえな。まあ外出ます。動けない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 。何このカオスな状態。モモンチャイと、このクソタヌキ。めっちゃ囲まれてる。え、待って。何か。できること。あ、ダメだな。スキルはなかったもんな。やべ、これ積んだか？どうやらですね。経験人数が関係してるっぽいんだよ、ゲームの進行に。なんで、ちょっと経験人数を変えてやってみますね。会話がめちゃめちゃ中断してる。もう名前もまあ、でいいや。で、この経験人数なんだけど、これを多くしすぎるとゲームが詰んでしまうみたいなんだよね。だから、今回は0人。バキバキの童貞で行かさせていただきます。正直だから持てない。うるせえ。うるせえ。持てないとか言うな。それでは好きな島を選んでくれ。島はまあ C とかはさすがにダメだね、やっぱり。まあ A にしますか。では一緒に行きましょう、ダナモ。じゃあ行くか、無人島に到着と。もう渋滞しすぎ、会話が。で、テントか。まあ一応、火も拾っておきながら、まあこのテントを建てに行こうか。あ、そういえば鶏に話しかけてないね。生まれるー！オッケー。オッケー。生まれるんだね。まあ卵だからね。全然そんなの悪くない。下ネタとかじゃないから。テント建てーのー、このままタヌキに話しかければいいんだよね。テントを建てたダナモン、今日来ましょう。申し訳ないダナモン。ということで、モモンチャイから溢れてた汁をジュースにしたので乾杯するダナモン。まだ喋ってる。面白いな。で、これで、あれ？あれ？え？あれ？うん？あ、済んだ。二日目、開始ってわけね、これで。うわ、二日目、何する？何すりゃいいんだろ、二日目って。え、終わり？終わり？どういうやつね、バーチャンチン、ポッティ。YouTube チャンネルやってるんだ。意外。後で登録しよう。終わった、このまま。本日はここまで。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。またねー。